皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。はい、それでは始めさせていただきます。改めまして、オートデスクで技術営業をしております葉山と申します。私建築分野の、デビットの取りまとめをしておりまして、まあ、特に設備分野の人間でございます。で、私の方からは今日一番最初にデビットメップの国内状況、毎回メップのセミナーをさせていただくときに、まあ、10分程度私の方で説明させていただくんですけれども、最新状況をご説明させていただければと思います。で、建築ビーム推進会議も皆さんご存知だと思うんですけれども、こちらが、2019年6月から発足されて、ワークフローのガイドラインが令和2年去年の3月に出たと思います。で、まあ、2024年4月の残業規制がこう迫っていく中で、特にまあ設計の方々も厳しいと思うんですけれども、施工の方々っていうところがもう特に待ったなしの状況になってきているのではないかなと思っております。で、このガイドライン去年の3月に出たんですけれども、ここでもこうビームを使って、建設業のこう生産性を上げていこうというような、役割だとか機能がまとめられていたんですけれども、一方でその課題として、まあ、いかにこう設計から施工にうまく情報がつながっていくのか、また設備設計分野での、BIM の利用が少ないみたいなところが課題として挙がっていました。で、そういう課題に対して、まあ、1年だとか 2年の時間を経て今どうなってきているのかというところをご説明できればと思っております。で、大変ホットな話題なんですけれども、昨日ですね、まあ、弊社と日本設計様の方で、国内のビムの本格普及に向けた、包括契約を更新ということで、プレスリリースをさせていただきました。まあ、2014年9月より日本設計様とは次世代のビムの実現を目指して国内のパートナーシップを締結させていただいておりますと。で、日本設計様はレビットユーザーグループの会長もしていただいていたりだとか、あとは国内の、ビム推進会議等の委員会でも、まあ、積極的に推進されている企業様なんですけれども、今回 の, プレスリリースの内容では、BIM を国内で本格的に普及させていくために引き続き協業していきましょうというようなメッセージを出していただきました。まあ、今まで、まあ、BIM 取り組んでいただいている企業様もいらっしゃいますし、まあ、その取り組み方っていうのは、まあ、パイロットプロジェクト等で取り組むだったり、まあ、会社として本気で取り組むみたいなところもあるけれども、なかなかこう現場だとか、まあ、施工現場だったり設計の現場に広がりきらないみたいなところもあったかもしれないんですけれども、まあ、そこを特にトップランナーの日本設計様が、まあ、ここから、本格的に普及をさらに目指していくと、アクセルを踏んでいくみたいなメッセージを出していただきました。で、まあ、どういったことを特にテーマにしていくかっていうことなんですけれども、まあ、BIM のワークフローの確立、先ほどの、国交省の推進会議でも課題になっていた、どううまく設計、施工、維持管理とデータをこう受け渡していくのか、また BIM をやるのはいいんだけれども、何に寄与するのか、高品質化、高性能化にちゃんと寄与するのか、そういう BIM を構築していくと。あとはこう DX って言うんだけれども、まあ建設業の DX っていうのはどういうことなのか、またこうビッグデータっていうようなこうバズワードとかこう流行り言葉を聞くんですけれども、そういったものを具体的にどういうふうに使っていくのかみたいなところを、今までこういう動きをしてきたっていうことだとか、今後どういうアクションをするかっていうのをこのプレスリリースの中で説明していただいております。興味を持っていただいた方はこちらリンクを貼っておりますので、また後で、アンケートに答えていただいた方は、この資料一式ダウンロードできますので、こちらから確認をお願いします。で、せっかくですので、この2つ目の建物の高品質化、高性能化に寄与するビムの構築というところの、プレスの文面を一緒に見ていきたいと思います。ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけれども、これまでの取り組みっていうのと、今後のテーマと実行プランっていうのを分けて書いていただいております。で、まあ、現場に例えばいらっしゃったりだとか、まあ、そういった方々、まあ、実際他の企業って本当にBIMをやってるのかとか、まあ、どれぐらい実務の現場に浸透しているのかっていうのが気になると思うんですけれども、そういったところも、書いていただいております。で、まず前提なんですけれども、衣装構造設備の分野すべてにおいて、レビットを活用していただくと、また弊社のクラウドソリューションである BIM360 を利用することで、
情報の共有っていうのを容易にしていきたいというようなメッセージを書いていただいております。また実施設計の、成果図書を BIM で作成した案件、実施設計までレビットでいけるって案件も徐々に増えてきたと。また小さい物件だけじゃなくて超高層だとか大型の案件にも、基本設計を中心なんだけれども BIM 化が進んできましたよと。また世界でも遅れていた、電気 BIM、どちらかといえば機械設備の方が世界でも BIM というのは進んでるんですけれども、国内の電気設備 BIM っていうのも、BIM のオブジェクトの整備だとかを日本設計様もこう引っ張っていただきながら、国内の電気メーカーパナソニックさんだとか小泉照明さん、あとは、バスダクトの共同会テックさん等がパーツだとかを提供されていて、実プロジェクトの活用も始まっております。また設計の方々にはすごいインパクトの大きな話だと思うんですけれども、 BIM と省エネ適販を行う、ウェブプロと BIM の連携っていうのを可能にしていて、ウェブプロを回すのとかってかなり時間がかかったり、外注するにしてもかなりお金がかかると思うんですけれども、そういったものを BIM と連携するような取り組みっていうのを始めてますよというようなメッセージをいただいております。なのでもうかなり具体的に進めていただいているというようなところです。今後のテーマとして、衣装構造設備の連携をさらに深めていって、合理的な建物を作っていきますよと。あとは従来の作図表現にとらわれず、BIM に適した図面表現っていうのを目指していきます。あとは標準っていうのが社内でできたとしても、なかなか本格運用っていうのが各社さん悩まれていると思うんですけれども、そのための体制作りだったり、社内の教育体制っていうのを会社一丸となって進めていきます。あとは最近 ESG 投資だとかエネルギー環境配慮みたいなところ、すごい上場している企業さんに対しては株主さんだとかすごい興味を持たれているところですけれども、弊社オートデスクインサイト等の環境シミュレーションのツールを持っておりますので、そういったものを活用してエネルギー効率や環境配慮の高いデザインを作っていくみたいなメッセージを出していただいております。で、日本設計様だけではなくて、ゼネコンの代表として大林組様なんですけれども、先日、10月ですね、オートデスクユニバーシティという、弊社のフラグシップイベントみたいなものがありました。その中で、大林組さんの、設計部の中の、レビットメップの活用というのを、こと細かに、かなり赤裸々に説明していただきました。こちらも興味ある方、こちらのリンクから飛んで後で、見てみていただけるといいんですけれども、物件を何ですか、ね、実際 の, 取り組んだ物件を、例に出していただいて、ご紹介いただいたんですけれども、普通に何ですか、ね、設計図としてもBIMを活用して図面表現というのももちろんできておりますし、基礎張りスリーブ と,、配管等の貫通、貫通可能範囲の確認等も、レビットでやっていただいていると、衣装と設備がこう一貫になっているからこうスムーズな連携ができるみたいな事例を紹介していただきました。また大林組さんとして の, 理想の、設計から施工のワークフローとしては、衣装建築に関しては設計から施工維持管理まで全部レビットでいって、設備に関しては設計はレビット、施工というのは自分たちでゼネコンさんモデルを作ったり施工図書いたりするわけじゃないので、それはレビットもしくは、国産の設備 CAD を使っていただいて、それでリンクするような形で、仕事をしていきたいと。で、さらに、竣工モデルというのはレビットで返してくるみたいなところを望まれているというような説明をしていただきました。で、またレビットメップと、ちょっとこの中 の, 紙面の都合上で図は貼れなかったんですけれども、肺炎だとか照明計算だとか、大林組さんも省エネ計算のウェブプロとの連携だったりだとか、かなり設計で必要となるシミュレーションツールとレビット の, 連携っていうのを、実現されております。で、設計での利用っていうのが、かなり進んでいるというところをご理解いただいたと思うんですけれども、次は施工での取り組みになります。こちら高砂熱学工業様の取り組みになるんですけれども、こちらも弊社主催の、セミナーでプレゼンテーションいただきました。BIM っていうのは、モデルだけじゃなくて情報を活用するっていうところが大事なんですけれども、皆さんも思われるかもしれないんですけど、そうは言っても現場では、過渡期の間は
従来の作図表現で書けないと話にならないんだよねっていうことを、まあ、高砂熱学工業さんもおっしゃっておりまして、まず一番最初の取り組みとして、設備 CAD で書いた竣工図っていうのをレビットでどこまで表現を近づけられるかっていうのを検証していただいて、ほとんど遜色なく国産の設備 CAD とレビットで作図表現っていうのが、従来の作図表現通り書けるねっていうのをご判断いただきました。で、その判断いただいた後に、ただ、レビットで作図するっていうだけじゃなくて、例えば空調機やスリーブなどこのレビットのモデルから集計することによって発注だとか現場管理に活用していただいているというような状況でございます。で、設備施工の利用の、2つ目なんですけれども、こちら新陵冷熱工業様の事例になります。こちらも同じセミナーで、ご紹介いただいた内容になるんですけれども、新陵冷熱様に関しましては、例えば弊社の Forge というクラウド API を活用して、建物ダクト配管の、出来型管理をするような、仕組みを開発されたりだとか、あとは、他の会社様の製品になるんですけれども、オートパイプですね、熱応力解析、ビンモデルから熱応力解析に回したりだったとか、あとは、これはレビットのアドインですけれども、ビンモデルからスプール図を作成するような、取り組みをされていて、こういったような形で施工計画の合理化というのを推し進められております。で、設計施工ときましたけれども、メーカーさんの方でも、レビットの活用というのが進んでおります。先ほど少し話が出ましたけれども、共同開拓さん、バスダクトメーカー様の事例になりますけれども、レビットファブリケーションというパーツを使うとオスメスの接続情報を持つことができるので、オスオスとかっていうパーツはつながらないみたいな、そういう金属処理をかけることができます。で、接続情報を持ったビームパーツで設計して、ビームデータの集計表、パーツをこう集計して集計してやることで、すいません、ちょっとごめんなさい、生産っていう字があれですけれども、バスダクトを作るための、帳票作成に、データを直接ダイレクトで、連携するというような取り組みをしていただいております。で、そちらの記事もこちらでリンクから見ていただけるんですけれども、施工図、サブコンさんにいただいた施工図から、製造の工程でリードタイムが3割削減するというような、具体的な、検証をしていただいております。はい。そういったような形で、設計、施工、製造と、かなり、この1年で、具体的な取り組みっていうのが出てきました。で、オートデスク のレビットメップと、国産の設備 CAD との、違いを説明したいと思うんですけれども、私ももともと実務者ですので、設備 CAD を使ってたんですけれども、設備 CAD は設備 CAD の良さがあると思っています。で、レビットメップの良さというところなんですけれども、まずはこの BIM ソフトだけじゃなくて、BIM に特化したクラウドソリューションである BIM360 というものを持っていると。それによって、設計の中の同僚だとか、あとは設計と設備、あとは設計と施工だとか、いろんな分野の方々との協業っていうのが円滑に行えるようなクラウドシステムを持っています。で、さらに、BIM ソフトに関しても、衣装、建築の方は設計、施工、連動してレビットで取り扱えますし、もちろん設備の方も設計、施工、一貫してレビットで取り扱うことができます。また、設備だけじゃなくて建築と一貫して取り扱えるので、具体な情報を見ながら設備をモデリングするだとか、そういったようなスムーズな連携が可能になります。なので、多分野との連携が得意というようなところが1個あります。で、もう一つ、2つ目の特徴になるんですけれども、やっぱり設備の BIM って言いますと、BIM と言いながらも、結局は3D CAD にとどまっているような、BIM の事例みたいなのも多々お見受けするんですけれども、やっぱり 3D CAD としての BIM であれば、もう設備業界の方々もかなり昔からできていると思いますし、結局は BIM って言っても干渉チェックしかしないのであれば、従来の仕事の仕方とあまり変わらないんじゃないかなというふうに思っております。で、それに対してレビットであれば、いろんな属性情報を持つことができますので、これ何ですかね、BIM の中で
3D というのは、まあ、ある一面でしかありませんので、こういった属性情報を活用しながら、いろんなこう技術計算に活用していくというようなところが本来の BIM のあり方ですので、まあ、レビットであればこういったような属性情報の活用というようなところが得意になっております。まあ、こういったような設計、施工、製造での活用状況とレビットの特徴っていうのを一番最初にご紹介しました。で、今日はおそらく施工の方々がメインで入られていると思いますので、冒頭申し上げました2024年残業規制、まあ、かなり厳しい目標だと思うんですけれども、そちらに向かってはやっぱり 3D 形状による干渉チェックにとどまらない BIM というのを皆さんには目指していただきたいなと思っております。やっぱりこのレビットってかなり何ですか、情報を活用するっていうのが、国産の、設備 CAD との違いになっておりますので、設備 CAD の場合は、まあ、ある一部の企業様が使うというよりも全国でこう幅広くこう使っていく、まあまあ、ドラフティングツール的な側面があるのかなと思っております。で、まあ、レビットというのはその図面を書くというのももちろんそうなんですけれども、まあ、生産性を向上させるツールなので、まあ、取り組んでいただく企業様は取り組んでいただきますし、まあ、なかなか取り組むのが難しいっていう企業様は全くやらないと結構二極化するような状況に今なってるかなと思っております。で、まあトップランナーの企業様ですね、先ほど紹介したような企業様がかなりこう旗を振って環境を整備していただいたので、まあ、そうは言うものの、まあ、次に続くような企業様がこれからレビットをやっていただくハードルっていうのは今かなり下がってきてるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、今日これからご紹介させていただこうと思ってるんですけれども、そういった皆さんの取り組みをこう支援していただけるような、で、まあ、BIM を取り組んですぐこうメリットがないとなかなかこう続けていけないと思うので、メリットをすぐこう感じ取れるような、まあ、そのためのパートナーさんっていうのを天群っていうところにフォーカスして、エリジオンさんで、あとは、まあ、ヒルティさん、アンカーだとか、埋設物っていうのもあるんですけども、今回は、共通課題っていうところに特化してご説明いただこうと思います。施工合理化を実現するパートナーさんとしてご紹介できればと思います。あとは実際そういったパートナーさんと協業してみたいっていうふうになったとしても、レビット会社の中で全く触ったことないとか、どうしたらいい、どう立ち上げたらいいかわからないっていうお悩みもあると思いますので、そういった企業様をサポートしていただける、まあ、BIM の、エンジニアリングサポートの会社様、オレオ CSD 様を今日ご紹介できればと思います。またこちらの企業様に、活用いただいているオートデスクの、まあ、レビットの基盤となっているような技術ですね。まあ、パートナー様とこ うまく連携するための技術として API というものをオートデスク整備しているんですけど、あまりちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、そういった API っていうものが何か、API があることでなぜこういったパートナー様とこ うまく連携することができるのかというのをこの後説明させていただければと思います。はい、私からの、前段は以上になります。